はい、おはようございます。今日は2件です。まず失礼、ガバメントクラウド、共通的な基盤機能、これを、複数のクラウドサービスで、提供しようということで、迅速柔軟、安全でコスト効率の高いシステムが構築可能でき、利用者にとっても利便性の高いサービスをいち早く提供できるということで、クラウドサービスを提供をする、そういうことにしておりますが、今年度のガバメントクラウドの対象となるクラウドサービスを決定しましたので、お知らせをいたします。クラウドサービス4つで、Amazon Web Service、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure、この4つの事業者を選定をするということになりました。公募で提示をした条件を満たすすべてのクラウドサービスの事業者と契約することとしておりますが、この4事業者から応募が寄せられまして、審査をした結果、すべての事業者が要求を満たしているということでしたので、4事業者とも契約をいたします。これまでの2事業者から4に増えましたので、品質や競争力というものが向上していくんだろうと思います。ガバメントクラウドを利用するにあたって、利用者にとって便利で使い勝手のいいシステムを提供することができる、サービス提供者がこれまで行っていたさまざまなシステム調達管理、こういう負担の軽減に努めていきたいと思っております。もう一つが、これ昨年の7月規制改革行革担当大臣を務めておりましたときに、その日本の法律を国民が、無料でその最新鋭の法律を見ることができないという問題は、これはおかしいということで、信頼に足る公式の法令データをきちんとインターネットで提供できるようにしようということで、この所管をする法令編集を所管する法務省を中心に、信頼性の高い法令データ、つまり法制局が審査をするときにちゃんと使えるよというようなデータを整備をする、それを eLaws に掲載をし、 eGov を通じて国民に提供をする。そしてもう一つは、その今までは国会で成立をしてからデータをお知らせをするまでに時間がかかっておりましたが、国会で修正がされない場合には、政府が提出した法案がそのまま国会でお認めをいただいた場合には、交付と同時に、同時同日データをきちんと出すということにするということにいたしました。今年の4月からこの方針でいろいろと通常国会動いておりました。そしてこの臨時国会からは、臨時国会に提出される全法案を対象として、本格的に実施をされるということになりますので、信頼性の高い法令データをより早く更新をしていきたいと思っております。また eLaws を所管するデジタル庁としても、この公式の法令データの整備提供、関係各省と連携をして、しっかり着実にやってまいりたいと思います。私からは以上です。はい、それではご質問ある方、挙手かチャットでお願いいたします。はい、小泉さんお願いします。朝日新聞の小泉です。はい、
消費者契約法の改正のスケジュール感についてお伺いします。今日午後の岸田首相の所信表明の中で消費者契約法の見直しについて言及される見通しになっています。この改正案なんですけれども臨時国会中に出すお考えでしょうか。実務的には来年の通常国会になるのかなというふうに思うんですけれども、そこら辺の第一のお考えをお聞かせください。総理の演説についてはまずお聞きください。消費者契約法の改正については臨時国会中に出すお考えでしょうか。総理の演説についてはまず総理の演説をお聞きください。わかりました。はい、消費経済新聞、相川さんお願いします。はい、はい、まあ、消費者契約法の改正に関連してなのですが、実は9月30日に旧統一教会問題関係省庁連絡会議から Q&A が出ておりまして、この Q&A では献金、いわゆる、まあ寄付献金に対する解釈が消費者庁の検討会とは異なっています。宗教団体への寄付、献金を含むは贈与等の契約に当たるというふうに説明していて、消費者契約法の適用も可能という解釈を示しました。この解釈に従って改めて検討をし直すというふうに受け止めてよろしいでしょうか。検討会についてはしっかりとご議論をいただいておりますので、その状況を見守っていきたいと思います。解釈がこの根幹の部分が全く変わっているので、今までの、霊感商法取消権に使える範囲がかなり射程が変わってくるということで、もう少し具体的に本当にその事例を検討して改正する必要性がさらに出てきたと思うんですが、この、省庁連絡会議、法務省の見解に基づいて改正を見直すのでしょうか。検討会の中には川上委員長をはじめ弁護士の皆さんも学者の皆さんも入られておりますので、しっかりご検討いただけると思っております。はい、はい、よろしいでしょうか。では、毎日新聞、山口さんお願いします。はい、おはようございます。すいません、ちょっと大きい声でお願いします。聞けますか。毎日新聞の山口です。はい、ガバントクラウドについてお伺いしたいんですけども、国産の、ベンダーが採用されなかったということは、について、大臣はどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。応募がありませんでした。応募なかったんですか。結局して入札は何社ぐらい参加したんでしょうか。出ますか。入札、すいません、これは要件を満たす企業はすべて採用をするということで4社採用をいたしました。はい、いや、国産は、要件を満たしてなかったということなんですかね。応募がありませんと申し上げております。応募がないです。よく聞いてください。はい、ありがとうございました。はい、どうもすいません、ありがとうございます。はい、デジタルからもう一件、日経 BP 源さんお願いします。まず1点目、ガバメントクラウドについてなんですが、応募は何社ぐらいあって、要件を満たさなかった企業はあったのかなどについて、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、すいません、後で録画を見てください。もうお答えをしております。失礼しました。はい、2件目、e ローズについてなんですが、以前に、法案のですね、誤りが多くあって、その時に e ローズをサービスをウェブでコピペしていたなどの、その作業のですね、問題があったと思うんですが、その e ローズの導入にあたって法案の作成もですね、より効率化する、デジタル化するなどですね、そういう改革は進むんでしょうか。今まで法案を作っていたチームが国会で法律が成立して解散をした後、いろんな作業をやっていて、さまざまな問題が起きましたが、今回はその国会で成立をするのと同時にきちんとお示しをできるような作業フローも変わっております。また法令編集を所管する法務省がしっかり責任を持って見るということですので、
法律についてはもう公布と同時、政省令についても公布後直ちに、お示しをできるように作業フローから見直しをしておりますので、今後は、それがしっかり続いていくように努力してまいりたいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、時間の関係で次、で最後にさせていただきますけれども、小手川さんお願いします。すいません、朝日新聞の小手川です。聞こえますでしょうか。はい、明日で岸田総理は、就任1年を、迎えます。この1年間の大臣から見た、評価、また、今後に期待することなどあればお願いします。はい、まず日本のデジタルトランスフォーメーションしっかり進めようということでございますので、これをしっかり頑張ってまいりたいというふうに思っております。国民の皆様にデジタル化の利便性について、またマイナンバーシステム、マイナンバーカード、こうしたものの利便性についてご理解をいただけるようにしっかり努力をしてまいりたいと思います。ありがとうございます。すいません、最後にもう一問、弊社 の今週末の世論調査によりますと、内閣支持率はまあ 40% ということで、前回に続けて、落ちているということなんですけれども、まあ、この数字を大臣としてどう見られるかということと、ここも上げていくにはどのようなことが必要かどうか、どうお考えか教えてください。はい、数字に一喜一憂することなく必要なことをしっかりやってまいりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは本日の会見、これで終了させていただきます。